昨日、長崎市の平和記念式典に参列し挨拶した安倍総理。長崎と広島で起きた惨禍、それによってもたらされた人々の苦しみは二度と繰り返してはなりません。内閣総理大臣。6日の広島の式典では、広島と長崎で起きた惨禍、それによってもたらされた人々の苦しみは二度と繰り返してはなりません。広島と長崎の部分を入れ替えただけでした。別の文章も比べてみると、本年は被爆75年という節目の年であります。我が国は非核三原則を堅持しつつ、立場の異なる国々の橋渡しに努め、各国の対話や行動を粘り強く促すことによって、核兵器のない世界の実現に向けた国際社会の取り組みをリードしてまいります。結びに、永遠の平和が祈られ続けているここ長崎市において、核兵器のない世界と恒久平和の実現に向けて力を尽くすことをお誓い申し上げます。原子爆弾の安倍総理の挨拶は、過去2年間の式典でも長崎と広島で文章の構成や文言がほとんど同じでした。